どうもこんばんは、ゆらとめです。今回なんですけど、戦国風雲絵巻の降臨キャラクター斎藤道三、道政っていうのかな、このキャラクターが近畿の22でめちゃめちゃ強いのでね、まず艦隊ではないんですけど3体使ってみて、1体はこの近藤と斎藤だね、斎藤とめっちゃ相性がいいチンギスさん連れてきました。なんで、これね、もし近畿22苦労してるよとか、なかなか勝てないよって人がいればね、ぜひ参考にしてみてください。めっちゃ強いです。これ使ったらね、僕ね、一回試しで使ってみてどうなのかなってやってみて、めっちゃ強かったからね、これ2回目なんですけど、近畿22これでいくのね。本当にね、超強いんで、おすすめします。ワンチャンね、その下手なガチャ券よりかは、多分ね、全然活躍できるんじゃないかなと思います。はい。っていうのでね、なんで強いかっていうところと、まあ、このキャラクターのね、特徴とかをね、軽く簡単にね、お話できたらなと思います。だから、ま、あれかな。近畿22で困ってる人は、運極にはしなくていいとは思うんですけど、3体確保とかだったら全然ありかなと思います。っていうのもね、ちょっとこのクエスト、激究極なんですけど、クエストが少しめんどくさいかなって感じなので、その辺ね、やっぱめんどくさいとやっぱ周回したくなくなると思うんで、この辺はね、モンストの日とかで周回するとか、そういった形にね、回してあげてもいいかなと思います。はい。で、このね、斎藤道三。まあ、道三って言うわ。道三なんですけど、この道三なん、道三の強みね。強みなんですけど、まず、アビリティが重力バリオとダメージオール持ってますと。ね、これね、ダブアビですごい汎用性高いアビリティとなってます。ね、プラスアルファ、無属性耐性っていう風な形でね、攻撃ね、低減できるんですよ。まあ、火ダメを少なくできるって言っていいかな。なので、まあ、めちゃめちゃ優秀かなと思います。まあ、これが激究極っていうのがね、今手に入る時点でやっぱね、モンストインフレしてるかなとは思うんですけど、まあ、めっちゃ優秀かなと思います。で、プラスアルファなんですけど、まあ、これが多分一番このキャラの特徴かなと思うんですけど、友情コンボ。友情コンボが、超強毒フレアと、あとはスピードアップ S。で、降臨でスピードアップ持つキャラクターってなかなか少ないんですけど、これね、スピードアップ S 持ってるんで、めちゃめちゃ、この近畿22でね、暴れ回って強いかなと思います。はい。で、あとは、この毒メテオじゃなくて毒フレアだね。毒フレアっていうのが、チンギスさんとね、一緒にね、パーティー編成させてあげることで、チンギスさんが毒キラー EL を持ってるので、すごいね、シナジーを得られるようなキャラクターとなっています。あとあれだね、チンギスさんがパワー型なので、スピードアップ S で、その辺ね、すごい、より動き回れるっていうところも、なかなかいいのかなと思います。はい。ねえ、このキャラクターなんですけど、多分ね、近畿22の救世主、というかね、キャラいない人のために作られた、ガチャゲンが引けなかった時のね、人に作られた多分キャラクターだと思って、ストライクショットもね、まあ、自強化プラスアルファ、終わった後にね、味方をね、自身の周辺に集めるっていう風な形でね、22って、味方に1体以上当たんないと、全然ね、敵にダメージ与えることができないんですけど、すごいね、相性がいいストライクショットとなっています。はい。ということでね、なんかピチャピチャピチャ話してるうちに、早速もうボスなんですけど、今までね、なんか結構見てると、多分、しれっと来たでしょう。普通に多分、他のガチャゲン使うよりは、全然ありかなと思います。まあ、さすがにね、ザドキエル使ってたりとか、あとはヘングレかな、編成してる人には多分負けるかなと思うんですけど、まあ、普通にね、反射の、そのあたりのキャラクター使ってるよりは、全然、このパーティー編成ありかなと思います。はい。で、やっぱね、こう強いよね。ほら、こういう風にね、簡単に入っていっても、だんだんね、ダメージ与えることができるんで、かなり優秀かなと思います。で、このキャラクターなんですけど、まあ、神カーベースの方なんですよ、今使ってるのは。神カーベースはバランス型じゃなくて、砲撃型なんで、まあね、毒フレア自体でもダメージ与えることができるんで、その辺もね、多分通常使いとしてもかなり優秀かなと思います。はい。で、ボス2です。やっぱね、びっくりするよね。もう降臨のキャラクターで、ああ、近畿いけちゃうんだなっていうのが、やっぱすごいね、ひしひしと感じますっていうところで、やっぱちょっとで僕自身ね、使ってみて感動してるかな。はい。で、チンギスさんの SS とかも、まあ強力なんですけど、まあちょっとね、使ってみたっていうのもあるので、ラストゲージまでちょっと残しとこうかなと思います。で、ラストゲージね、たまにこういう風にね、弱点効果アップさせた後で、SS って、ゲージ飛ばそうかなと思います。はい。まあ、あとはあれだね。まあ、どういう風なとこ紹介していくかっていうと、まあ、重力ダメよだからどの辺いけるかな、まあ、パッと思いつかないんだけどね。まあ、チンギスさんがいけるところは、まあ、セットとしてね、連れて行ってはいいかなと思います。まあ、昔で言うと、おつこまかな。おつこまとかの、扱い、反射版おつこまって思ってもらったらいいかなと思います。
まあ、全てのクエストでね、活躍するわけじゃないけど、こういう風にね、チンギスさんが、まあ、突発的にね、活躍するところで、このキャラクター、運枠としてめちゃめちゃ活躍するかなと思うので、ぜひね、持ってない方っていうのは、まあ、ゲットしておきましょうっていうのとね、運極にできる方はね、すごい運極おすすめなので、運極しておいたらいいかなと思います。で、これ、今 SS 打ったんですけど、これね、めっちゃ優秀です。22ですごい優秀。こういう風な形でね、SS 打った後に味方をね、近くに寄せてくれるんで、すごいね、触れやすいっていう風な形になってます。ちょっとまあ、ウリノレ飛ばされるから、その辺ちょっと不便なんだけど、まあこういう形でね、すごい使いやすい SS となってます。はい。あとはあれかな、ボス、2ゲージあるんかな、はい。という形で、ボス2ゲージ分でちょっとね、雑談しながら。いや、雑談かい、結局。はい、話していこうかな。紹介っていうのが雑談だね。はい、話していこうかなと思います。はい、ということでね。はい。この後ね、あれがね、まあ、僕自身ね、またちょっとチャンネル登録者の、動画とかもね、出すとは思うんですけど、まあ、いろいろね、ちょっと楽しみ、企画とかもね、計画してるんで、またね、楽しみにしてもらえたらなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、ゴールデンウィークかな。まあ、皆さんには言ってたと思うんですけど、長時間配信とかね、するっていう風な話をしてたんで、またアンケート取ってね、いろいろやっていきたいなと思いますっていうところでね、よいしょ。いや、なんかさ、雑談しながらちょっとね、あれ、するのちょっとあれだね。なんか微妙な感じはするけど。はい。では、ラストゲージ行きたいと思いますって、まだラストゲージじゃなかったな。はい。できれば、この次の 2P で突破して、であれだね、チンギスさん 3P の SS を買いまくってっていう風な感じで行きたいけど、弱点が横じゃなかったから多分無理。いやー、入れましたね。はい。ということで、じゃあ、一周回すか。一周回して、で、ラスト、チンギスさんかな。で、SS 打てるようにしましょうか。はい。で、毒キラー、チンギスさんなんですけど、まあ別にね、まあそこまでまあ言った、ぶっちゃけさ、まあめっちゃ強いってわけじゃないじゃないですか、キャラクター的にもね。なんですけど、やっぱね、こういうところでね、組み合わせてあげることによって、すごい活躍するキャラクターだと思うので、まあ、チンギスさん限定だけどってね、まあ僕も言ってたんだけど、まあぜひね、使ってあげてみてください。多分唯一僕、チンギスさんの紹介動画、なんか上げてない気がするな。はい。なんですけど、まあこれも、チンギスさんも使ってみたり、ちょっと、併用させてください。まあいいでしょう。はい。で、な形でラストゲージ行ってみたいと思います。はい。で、ラストゲージなんですけど、ここもね、あれだね。普通に、1P 動いて、3P であれかな。3PSS 打ってから、味方を近くに寄せて、チンギスさんの SS。だからね、めっちゃ SS ね、チンギスさんの SS って激しく貫くだから、あんまね、味方、敵に触れると動けないんだけど、これもね、すごい相性いい SS かなと思います。特に22とかだとね。はい。あとは 3P を SS は打って、普通に SS 打ってね、弾倒しいかなくてもこれは OK だね。弾も倒せないんで、よいしょ。よい。まあ、倒したら倒したでボスに打つか。はい。ってな形で、あとは弾に SS 打って終わりかな。これで近くに寄せるんで、あとはチンギスさんの SS を弾に向かって打ってゲージ飛ばしましょうか。はい、ストライクショット。はい。てな形でね、今回、降臨キャラクターでめちゃめちゃ優秀なキャラクターが来たんで、久々にね、紹介動画降臨キャラでやってみました。この後、今後もね、こういう風な、強いキャラがいたら紹介していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、バイバイ。